離れたところから柳の葉を射抜いたら、輪を持って遠とし、その矢を素手で受け止められるのか。やばつ、続艦の後方の宙域からヒュンヒュン。火花が散り、続手がうずくまる。状況を理解する前に、一隻の反転君のために必ずお前という妖者を排除してみせよう。さて、誰もが疑問に思ったはずだ。この妙見天君の騎士の実力はいかほどか。一騎当選の活躍で悪をくじき、ラフの正体を災難から助け出すことができるのか。